皆さん、こんにちは。こんにちは。イモ。ラーズです。よろしくお願いします。はい、これなんかアルコール入りのお菓子みたいな。意外とやばいみたいな。それで飲酒運転とか引っかかったらさ、マジで笑えないじゃん。もう会社クビになってもおかしくない。そうそうそう。うん、じゃあ実際どんぐらい食ったら、はいはいはい、本当に飲酒運転で捕まっちゃうのかなっていうのを検証していこうかな。なるほど。あ、じゃあここにあるやつは全部お酒が入ってる。一応全部お酒が入っている。内容としては、まあ、まずはレーズン。レーズン。これ何レベル1。レベル1。おで、レベル2がこの大人の洋酒。うわー、これだって、ね、見えるか分かんないけど、ワインとか書いてある。書いてある。ブランデーとか書いてあるね。レベル3が京都の自作ケーキなんだけど。日本酒入ってる多分、結構強敵かな。日本酒入ってる。そう。で、これなんかお見舞い用。ちょっと今、チチパスがね、ちょっと。不調だから。チチパス不調だから。多分買い付けてくださったのかな。最後が、プリン。神楽坂のね、アチョっていうお菓子屋さんのプリン。じゃあ、レベル 1? レベル 2? レベル3、うん、で、レベル4。まあ、今回ルールとしては、一回食べて、うん、で、測って、うん、で、っていうのをどんどん繰り返していって、あるのが、アルコールチェッカーで、それで実際に測っていきたいと思います。これでいくつになったらあれなんだっけ？0.15 で、酒気帯びで、免許停止になります。0.15 超えると。はいはいはい。0.25 超えると、はい、免許取り消し。マジ？だからもう一回教習所行って取り直さない。こいつらのせいで。そう、やっぱさ、こういうのって、こう、お酒飲める人がやってもあんま顔色変わんないから、確かに。こう、どんぐらいやばいんだよってのがわかんないから、確かに。まあ、下校だからこそなせる検証だよね、確かに。お酒飲めないやつはすぐに、そうそう。免停に、免停じゃねえや。そうそう。酒気帯びになるのかって。早速検証をスタートしていきましょう。ほっ。今、ラス。じゃあ食べていきますか。じゃあレベル1です。いきます。レベル1どう感じる？あ、感じないね。全然感じないこれ、うん、こんなこと言っておきながらね、うん、出たら怖い。これ酔わない人でも。あ、早食うの食うの早い。いや、塊だったからさ、もういいかなみたいな。そう、これあれでしょう、おかわりした方がいいんじゃないこれ。俺はいいや、俺がいいあれ、あんま好きじゃなかった。僕、レーズン好きじゃない。成城石で買ったんだけど、レーズンあったよみたいな。結構見つけるのこれ大変で、アルコール入りのお菓子って。まあ、あんまりなんか反応良くなかったから、なんでだろうと思ったら、レーズン嫌いだったんだ。うん、知らなかったわ。まあ、甘いからね、レーズン。大丈夫な気がする。いきます。あー。ゼロ。びっくりした。びっくりした。おーい。ゼロ。じゃあ、レーズンは、もう全然余裕だったと思って。心の準備をしないと。ボンゴレは、チョコレートは、好き。チョコレート大好き。ワインと。ワイン。ラム。ワイン。ラム。ブランデ。ブランデ。俺チョコ大好きだからな。あ、でも書いてあるよ。この製品にはお酒が入ってますって。どんぐらい入ってんだろうな。見えるから、皆さん。ね、こっちにも入ってる。ほら。いや、俺ワインから行きます。おワインから行く。じゃあ俺もワインから行く。あ、これ、せっかくでしたから。ラムから行きます。でも美味しい、甘くて。うん。なんかアルコール独特の、うん。苦味みたいのが、うん。来るよね。急にレベル上がったよね。うん。メイトーのチョコレートです。うまいね、普通に。美味しい。これいくらぐらいあったっけ？これね、600円とかなんだ。なんかちょっと ラム食ってみてもいい？ゼリーみたいに入ってる。うわぁ、やばいやばい。残っちゃった。量がたくさんある。それはやばい、それは。これ多分お酒普段飲む人かだとわかるんだろうね。なんかでも、ねえ、ちょっと熱いかもしれないな。ね、ちょっと来てるよね。来てる来てる。じゃあ最後、ブランデー。あ、これ一番するかも。あ、これ一番やばい。一番やばいこれ。これやばい。これやばい、やばい、やばい。超やばいこれ。これやばいよ。やばい、めっちゃ酒。めっちゃ酒。めっちゃ酒。これ結構ね、下校の人危険かもしれない。プリンまで行けない可能性あるよね。確かに。ちょっと一旦測りますか。やばい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 よし。
点です今。これやばいね。多分 0.15 と 0.2 じゃん、はい、アルコールの指標で言うと、はい、爽快期っていうところらしい。爽快一番そうそうそう一番いいところ。そう、で 0.25 超えてもほろ酔い期になってしまうから、はい、はいはいはい、やばい。でもね、なんか酔ってきてる気がする。いや絶対これ数字見たからだよ。見たからか、まあ、これ幻だね。多分メンタル的俺ら結構来てる、うん、これ全然ビアリーの方が、うん、あの余裕なんじゃない、もしかしたら。いやこれ出ないかもしれない、うん、ビアリーの方が出ない気がする。確かに。いやケーキはね案外だから大したことないんじゃないかって。一応度数は 2.0 ぐらいよ。やっぱお酒ない方が美味しい、うん、そう、お酒ない方が美味しい結局。でもおお、めっちゃ美味しそう。え、これ美味しそうじゃない、うん、結構こういう感じね。めっちゃ匂いするでしょ。ほらやばい、ね、じゃあ行きますか。行きましょう。ま、匂いするんだよ、めっちゃ日本酒。うん、あとなんかこれも出なそうな気はするな、うん、普通に買ってもいいぐらい前。あんだっけ、うん、うん、あんってお店、京都のあん。なんかお酒の苦手な方でも美味しく召し上がっていただきます。そう、ほんとそう。スタート当初より喋ってる気がする。ああ確かに。ちょっと軽くスポーブスターぐらい、うん、酔ってるとじゃない。、うん、あ、水がうまい。水が一番うまいね。ね、水がうまいとって大体普通の時なの。ゼロっす、ゼロっす、ゼロっす、ゼロです、うん、度数 2% って書いてあったけど、うん、全然多分大丈夫、美味しいし、うん、いけるいける、うん、これあのね、どっか家行った時出されたらちゃんと皆さん完食してください。ということで、ということで、そろそろあの、うん、ラスボスを、ラスボスを投入していこう。お、これは強敵だ。これさ何パーツだよ、 40% とか言ってたっけ。なんかすごい40度なんか忘れちゃったけど、なんかこれどっち行く。いやこっちの方がね甘いっすね。じゃあじゃんけんで決めるか。お互い多分ね、うん、こっち食べたいっていう気持ちあるから。そうですね、最初はグッ、じゃんけん、ほい、よし。あ、つうかあれでイモラーズだよね。あ、イモラーズ、グッ、じゃんけん、ほい、よし。あ、つうかあれでイモラーズだよね。あ、イモラーズ、あー。じゃあ俺こっちで。オッケー、こっちで大人の味でいきます。よかった、かさたか。あ、え、ちょっとそっち、こっちそうでもないの。マジか。うん、あ、でも、香りあるわ。だんだんさ、俺わかんなくなってきたんだけど。確かに、酔ってんじゃない。酔ってんのかな。なんかこんな色です。このプリン屋さんさ、すごい人気らしくて。あ、そうなの。人気のプリンとかすぐ売り切れちゃうらしい。結構お客さん来てた。うん、いただきます。いただきます。ラスボス、これ普通のプリンだよね、見た目は。うん、見た目どうですか。感想的には、うん、あのチョコと、うん、あのさっきのお酒ケーキの中間ぐらいって感じがする。全く一緒。こう感じるぞ、これは。あ、感じる。うん、こっちもあんまりかもしれない。え、感じる。いや、感じるんだけど、うん、私食べてみる。うん、いただきます。あれ、いただきます。あ、でも感じるわ。あー、こっちの方がエグいかもしれない。ね、そうだよね、多分。でも度数は変わんないって言ったもんね。うん、あ、そうそう、度数は変わんないです。こっちの方がお酒感じるかもしれない。いや、こんなに進まないプリン初めてかもしれない。後味がやっぱちょっとアルコールの味がする。普通で1分ぐらいでプリン食べ終わってんだけど、もうね5分ぐらい経ってんだけど、結構かかってるね、うん、全然減ってない。あー、なんかでも酔ってる気がするな、これは。おやおや、ボンゴレの様子がおかしいのになってるよね。うん、進化の手前まで来てるかもしれない。顔赤くないだって。あ、嘘、ちょっと赤い気がする。うわー、これ大体っていうか半分ぐらい残ってんだよな。うん、いや、美味しいんだよ、美味しいんだけどね、うん、なぜかスプーンにあんまり乗らないんだよね。あ、ちょっと待って、あら、押してね、その子もやる。あ、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 でもラスボス感あるね。いや、ちょっとボンゴレさん、これ僕より全然減ってないじゃないですか。え、ぶっちゃけさ、ビアリーと比べてどう。くつい。ビアリー味がまずい。味がね。え、見てよこれ、しかもそこにさ、タレがあんの。これがやばい。酒、ただの酒がしてる。俺ちゃんと混ぜながら食ってたから。うわ、ちょっと待ってよ、これ。やばいよ、これ。これ、バッて、出るの。出るの。うん、出るの。食べた。食べました。食べた。え、完食？完食しました。やばいやばい、俺全然残ってるわ。いや。
いろんなお酒がね、今。ラーメン屋。しました。ラーメン屋、ラーメン屋。お。一回水飲み干して、一回測ってみましょう。おぉ四季折です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 ね、0.15 おお0.1 おあ、さっきなんだっけ0.1 0.1 あとは、まあ、大丈夫ってことだよね。いや、大丈夫ではないわ、うん、俺ダメだもん。お酒でも酔ったのか。酔いました。多分普通に運転したらやっぱ事故する確率は高いと思う、うん、普通より。まあでもそれでもね、やっぱそういうものが食べたいって人は、うん、地酒ケーキか、あとレーズン、レーズン結構プリンとね、ちょっとチョコはね、うんうん、危険かもね。危険だね。いや、いい企画でした ね、ギリギリのラインを攻めて、今回食べた量がだから、うん、レーズン10粒でしょ。レーズン10粒、うん、で、チョコレートが2つって3個ずつ3個ずつで、ケーキが半分。半分。ザケーキ半分で、で、プリンが1個。プリンが1個ね。だから、まあ、ラスボスがチョコの、うん、特にブランデーは絶対ダメだよ、食べて。ブランデーね、これやばかった。やばいやばいやばい。うん、度数 3.2 だから。これを超えてるから。うん、昔で飲酒運転のリスクがあるのかな、ね。まあ、ありますと。まあ、タイミングによっては結構やばい数値も出るから。うん、確かに。だって、これ多分6個食って、検問通ったら、多分、酒気帯の、多分、免許取り消しの方になると思う。またじゃあ今度の動画でお会いしましょう。じゃあこれからも僕らは全国のデコたちを応援し続けます。ノンアルコール。